野原の、総会大掃除、早速やっていくんだぜ。今回はどういうコースなのかな？鍵付きのドアが見えるね。あ、なるほど。クリボーのどれかが鍵を持っていて、制限時間内にそれを見つけていく感じかな。なるほどな。これは面白そうなコースだな。次は大きいノコノコか。とりあえず蹴ってみればいいかな。よしよし、さっくり鍵をゲットだぜ。ここもどこかのクリボーを倒せばいいんだよね。右側の積み重なってるやつが怪しいな。なんだよ、持ってないじゃん。予想外れたか。すまん。というわけで、クリボータワーは無視します。地味なとこのやつが持ってたな。今度は、やたら大量にいるよ。バウブロックを使えばいいんだろうが、クリボーにぶつからないように気をつけないとな。よしよし、お次は何だろ？なんだ、ここは鍵はないんだな。中間ポイント発見。これはありがたいです。ファイアークッパクラウンに乗って、炎をぶつけてやるんだぜ。私そんな残酷なことできないよ。嬉しそうな顔でそんなこと言われてもな。なになにここはどうすればいいの？ボム兵を左側のクリボーにぶつけてやればいいんだと思うぜ。あ、これやばい。うまく浮き輪の隙間を狙わないとな。はい、戻ってきました。中間ポイントの近くで助かったんだぜ。あれ？今度はフラワーがあるよ。今までとは違う感じなのか。あ、でもやっぱりクリボーを焼き殺していけばいいみたいだよ。危ない表現は控えめにな。蓋を取って出しか。気持ちいいんだぜ。鍵はどいつが持ってるのかな？よしよし、ゲットだぜ。このパターンは。よし、来たー、ゴール。今回のコースはどうだった？クリボーをたくさん倒せて、気持ちよかったです。お前って本当に危ないやつだな。ではいいねして、次に行きます。楽しめるスピードラン、40秒コース。さすがにこういうコースは一発クリアは無理だろうから、少しずつ覚えていかないとな。はい、ほとんど覚えることもなく失敗しました。ちなみにこのコースは、難易度難しいの中にありました。とても難しいではないし、なんとかクリアしたいよね。今のネットをかぶって、ゴリ押しかな？今度はうまくかぶって進めたよ。やっぱり、ゴリ押しだったか。ドッスンが P スイッチを踏んで足場を作ってくれるんだね。そしてあまり大きくジャンプしてはダメみたいだな。よし、今度はうまくいけたな。あ、コインのあるルートで行かなくちゃダメだったのかな。失敗しちゃった。今の方法でも行けなくはないかもしれないが、少しタイムロスだよな。なんで私こんなところでミスするんだろう？あ、パウブロック2つ使うんだね。初見では仕方ないな。とりあえず先の様子を見てみようぜ。はい、奇跡的にうまく進めました。氷ブロックやトゲがいっぱいでかなり危ないな。何このお化けのようは。なるほど、ジャンプしないで落ちるだけでいいんだな。そしてまたお化けにやられたよ。よし、最初から振り返っていくんだぜ。最初は小さく壁ジャンプ。あの青トゲゾウは気にしなくていいです。ネットをかぶってゴリ押し。走りながらかぶれるように練習しましょう。ファイアーバーの隙間を抜けていくんだけど、ここは簡単だったな。小さめにジャンプして抜けていきます。コインの誘導に従って上を通っていった方がいいと思うんだぜ。頭で叩いて、すぐに持ってるやつを投げます。氷ブロックがいやらしいので、滑らないように注意だな。まあ、そんなに難しくはないけどね。ジャンプしないで落ちるだけ。砲弾を踏んだらボタンを押して、少し大きめジャンプ。テレサリングを抜けるのは、多少の運も必要かもな。はい、というわけで、なんとかクリアできたよ。いずれは、もっと難しいスピランもやってみたいな。私はもう限界なので、それはマリサがお願いします。そして、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。